健さんです。今日はね、新長田の駅やってきてます。今からね、ブラブラ飲もうと思ってるんですけど、ピンマイク忘れました。今日もいっぱい声張って一生懸命ね、撮っていきますんで、皆様お楽しみくださいませ。では行ってみます。もうすぐ43号線を渡るとこですね。よいしょ。今日はね、ちょっと大通りのとこからちょっと一本外れたとこから、向かっています。いや、楽しそうですね。ちょっと行ってきます。はい、もうすぐね、到着です。はい、青森さんで到着いたしました。よいしょ、行ってみましょう。さあ、行くぞ！はい、では今から行ってみようと思います。無事ね、撮影許可の方いただけましたんで、今から、料理くんと待ってます。よいしょ、楽しみです。それじゃ皆さんお疲れ様です。今ね、作っていただいてるところなんですけどね、コテとコテがパランパランっていう、ね、音がして、すごいいい音しました。ここね、本当来た人しか分かんないですけどね、来たらね、本当にいい気分になれます。ちょっとね、作ってるところまでは遠いんでね、見えませんが、音だけ覚えておいてください。そば飯に到着いたしました。これ辛いソースです。ありがとうございます。青ネギです。本当に、ね、パラパラの音が鳴ってたんですけど、ね、その音と一緒で、仕上がったそば飯も、ね、パラパラになってるんですけど、本当にベタベタの蕎麦飯なので、スッと入ってくる蕎麦飯になりますので、今からいただいてみようと思います。ちょいとソース。いただきます。なんでね、もういつもこううまいかなと思ってるんですけど、酸味、辛さっていろいろこう粉物そば飯業界ね、おそば業界言われますけど、青森のそば飯は甘いです。お米の甘み、そばの甘み、ソースも甘く、本当に美味しい。これはやばいです。甘みがあるから美味しい。しかもさっぱりベタっとしない。相当美味しいです。もういっちゃった。お米そば、あっさりした味付けになりましたけど、油かすとっていうソースなんですけど、油かすの焼き具合がいいので、神戸の方だったら結構、住吉の方だったら結構外面カリッと焼くんですけど、青森はね、柔らかいいい感じです。まあこうね、地域によって焼き方変わってくるんで、そこっすね、美味しい。
りわずかになりましたね、これ。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったですね、これ最後。いただきます。青森さんいただいてきました。めちゃくちゃうまかったです。長年行ってて気づいたのはね、やっぱりね、そば飯甘みですね。まあ、ソースかあんまりべちゃべちゃにしないでいただくと、やっぱり甘みがすごい美味しいそば飯になってます。まあ、やっぱりたまんないですね。まあ、通ってもう25年目ですね。あのジジイですけど、青森は最強です。まあ、ちょっとね、ビール一杯飲んでそば飯食べて気持ちよくなってるんですけど、次どこ行くのって言ったらさ、長田のあれをいろいろ調べてたらさ、なんか丸子商店街のなんかあれでしょ、屋台が人気なんでしょ。まあ、丸子商店街ってもうここからすぐなんですけど、ちょっと丸子商店街行って、それでちょっと各地でも行ってヘロッとしてさ、おっさんっぽく頑張りましょうか今日はね。行ってきます。もうね、路地通ってたらね、まあ、ちょっと見えちゃった見えちゃった、丸子アジア横丁ナイト屋台、ね、丸子市場、よいしょ、おう、丸子市場ってちょっと通っていこうと思います。なんか美味しいとこあったらなんか食べていこうか。よいしょ。美味しそうな天ぷら屋さんとこだね。キムチ屋さんもあるね。レンコンのキムチあった、今美味しそう。ちょっとなんか何個かあったね、美味しそうなところが。よいしょ、最後三国志だね。よいしょ、でもでも三国志に出てくるあれだね、なんか主人公だね、漫画しか見たことないけど、劉備玄徳だね。すごい、ね、美味しそうなキムチがありました。買っちゃいましょう。はい、レンコンのキムチとごぼうのキムチをお願いします。ありがとうございます。600円いただきますね。はい、美味しそう。ありがとうございます。レンコンのキムチとごぼうのキムチ買いました。 あんまり見ないですよね。レンコンはないですね。山芋とかよく見ますけど、美味しそう。家帰って当てにします。1個300円、安いよ。時は思い入れのある、商店街ではあります。ちょっとここ抜けてね、いい角打ちがあるみたいだから、ちょっと行ってみようと思います。楽しみですね。角打ちスペースはここみたいでした。すいません、場所間違えてました。行ってきます。無事撮影許可の方をいただけましたので、今からいただいていきます。お疲れ様です。メニューに載ってない分、マグロのすき身があるみたいな、いただきます。いただきます。今何か教えました。ルーツさん、何か今教えました。ありがとうございます。すいません、なんか音声入れて全国に配信しよっか、あなたのことを。失礼しました。すいません。
すげえなこれ。あ、ありがとうございます。マグロのすき身いただきます。これ最近のね、もうすき身かも元の身か分かんないところ多いと思うんですけど、マジの好きです。うまいですかね。筋張ったところだけ食べたいっていう時に甘み出るんで結構多いんですけど、最近できないですよね。身がもうブロンとかいって入ってきて、それもいいんですけど、やっぱりね、あのしがむ感じ、これマグロでできないですよ普通。好きになりました。めっちゃ美味しい。このたまらん。いや、うまい。通りにこうちゃんと隙間で出てくるっていうのが、ね、本当になんか嬉しかったです。人間がやってることとかね、こう食べ物に関しても本当になんかこうありのままっていうのが好きなんで本当に嬉しいです。ウリ大根も食べてみましょうか。いただきます。大根ホロホロっす。溶けた。はい、すべていただきました。めっちゃうまかったです。ここは多分最高っすね。これやばいっすね。ここマジで本当にうまかったです。いただいてきました。めっちゃうまかったです。ちょっとお店の名前出しちゃダメっていうことなんで、お店の名前は伏せます。ここのねすき身食べてください。こう賛否両論あるかもしれないです。もう僕は大好きです。すき身っていうすき身が食べれるとこって今ないですからね。絶対来てください。めっちゃうまいですよ本当にね、6軒来てよかった。もう昔からずっと来てる6軒ですけど、やっぱいい街っすちょっと今からブラッと行ってみようと思います。はい、六軒道のね商店街からずっと南に来ると、こんなね大きいなんか建物があるんですよね。アグロガーデンって言ってね、お風呂屋さんが一緒に併設してあって、ホームセンターさんとかも入って、中のスーパーめちゃくちゃ安いんですよね。よいしょ、ちょっと今から行ってみようと思います。はい、今ねアグロガーデンの出たところでね、ちょっと今撮ってるんですけど、何買ってきたのって気になるでしょ。
紹介していこうと思います。やばいです。春菊170円、デカパックで、横見たら分かるんですけど、これねめっちゃ新鮮です。時間経ったことでこう茶色くなって水っぽくなるんですけど、綺麗ですね。デカキャベツ160。人参はちょっと値段書いてないです。120円とか3本。ちょっとぶっとい、先見たら分かるんですけど、ね、先まで太い人参120円。よいしょ。まあ買っちゃうよねって言ったら買っちゃうよね。長田漬け、キムチ240円、蒸し豚1パック150円、タレ付きね。大腸かな、ガツですね。胃袋グラム1円、グラム100円、蒸し豚半額、あ、じゃあ豚耳半額で250円半額です。これが大腸か。おそらく200ぐらい入って150円、うん、よいしょ。トンタン、タン元です。タン元はまあ値段するね。普通グラム100円ぐらいなんですけどね、ちょっといい値段です。白くて分厚いからかな。蒸し豚180円、じゃあ豚足飲めとこう。と豚の心臓、これは多分150かな、150で150円、グラム100円ぐらいまあ今見た通りめちゃくちゃ安いですよ。正直あの西成行って食うより安いです。余裕で安いです。これで今日は盛大に焼肉かな。長田の長い旅も終わりまして、アグロガーデンでねしっかりお買い物まで終わって今帰ってる途中です。めっちゃ楽しかったですね。名前言っちゃダメか、酒店のあの隙間がもう相当やばくてね、やっぱ六軒道だったりとかはやっぱり自分の居場所やなっていうのがなんか再確認できました。まあ大阪ね、西成も大好きだけど、やっぱ神戸の長田は捨てがたいよね。やっぱりねじろ張ってしっかり飲んでいきたいと思います。カルモ六軒は大好きです。ではでは。